い、どうも一般人です。ですね、それではですね、これからこのジムニーを、このジムニーのミッションをね、これから外そうと思うんですけど、あとね、ボルト2本緩めてあるやつを外せば外れると思います。ただね、結構ミッションって重いんですよ。でね、本当は、2人か3人ぐらいでね、こう手で担いで下ろすとね、結構簡単に取れるんですが、ちょっとね、今お盆休みで人がいないんで、今回は私一人でやることになりました。どうやって外すかっていうと、こちらです。ジャガジャン、はい、こちらですね。でこちらの、ジャッキを使います。これにね、リフトを乗っけて、外そうと思います。これある程度上までちょっと上がるんで、角度とかもね、調整できるんで、これだったら多分一人でも外せるかと思います。じゃあ早速やってみましょう。まずリフトを下ろします。ぐらいでね、いけると思うんですよね。ちょっと下ね、これだったら、下にね、なんとか潜れるんで、ここだったらね、なんとか外せると思います。じゃあ早速外してみましょう。じゃあね、早速これからやってみたいと思います。まずはメーターを使ってね、下に潜り込みます。でその後にジャッキを上げて、ミッションとね、同じ高さぐらいまで、ジャッキをね、上げていきます。じゃあ早速やってみましょう。水平みたいな、これで大体当たっていきます。そしてネジ外して後ろに引っ張るけど、そのスペースがね、ちょっとやっぱりないですね。これしかも、ね、はい、じゃあね、さっきジャッキを使ってね、ミッションをね、下ろそうとしたんですよ。でもね、ジムニーの場合は横のね、幅がない、隙間がなくて、ジャッキがね、装着できないっていうことがね、判明しました。というわけで、ちょっとね、やっぱりここは助っ人を呼んで、担いで下ろそうと思います。さすがにちょっとこれは厳しいね。ちょっと助っ人が来るまでもう少々お待ちください。これから、ミッションの方を外します。
ょっとやんないと外れないんで、ちょっと手伝ってもらいます。じゃあ早速外します。下がらないかもしれない。ここから向こう下を入れればいいか。1本下を邪魔で、邪魔だね。よくこれがあって、これがあったってことで、これから向こう下行ってこと。1本とりあえず万が一の時にどっちかにパッとできる方が入れやすい。ミッションが外れました。ミッションです、これがミッションです、中はどうなってるでしょうか。結構ね、やっぱり削れちゃってますね、中。多分クラッチ、ハンクラでやったからだ、ね、クラッチ板もこれから外します。